ラングフールは、カナダ生産の競争場、シュボバ。主なカチクラに1997年のメトロポリタンハンデキャップ、カーターンハンデキャップ、1996年のボスバーグステークス、フォアゴーハンデキャップ。1996年のソブリン賞、最優秀スプリンターに選出された。1995年4月22日。 ウッドバイン競馬場のメイドン競争でデビューし1着。続く3戦は、アローワンス競争とブラックタイプ、競争プレートトライアルステークスで、すべて2着となるが、クイーンズプレートは6着に終わる。アローワンス競争2戦の後ペンシルベニアダービーに、遠征も9着に終わり、その後しばらくは、アローワンス競争、オプショナルクレーミング競争、リステッド競争を中心に走る。 1996年8月のアローアンス競争で5勝目を挙げた後フォアゴーハンデキャップに出走しトップアカウントを首先出して重賞初勝利続くボスバーグステークスではオナーグローリーを一馬身4分の1差破って G1 競争を初めて制したブリーダーズカップスプリントはリドジャスティスの発着に終わったが G1 競争と G2 競争を制し、ソブリン賞最優秀スプリンターに選出された。翌1997年、リステッド競争のビギルステークス2着を経て、カーターハンデキャップ、メトロポリタンハンデキャップと G1 競争を連勝。以降は出走せず引退した。以下の内容は、エコバスの情報及び、記載法に基づく。 1998年より種ボバとなり、初期の3区から G1 競争カチューマインペリアルジェスチャーやカナダ三冠馬のワンドなどを送り出す。サイヤーランキングでも2003年にはサードクロップサイヤーのリーディングで、首位、全体のランキングでも5位に位置づけた。2004年にレーンズエンドファームに移動。同じ2004年にはカナダ競馬名誉の伝道に、 伝動場として選定された。ありがとうございます。